と明日から始まる練習に向けて、まあ、やっと、まあ、ドラフトがに示されてからやっとここまでの時間とても長く感じて、早く野球やりたくてしょうがなかったです。とても広くて綺麗な建物だと思いました。今はないです。時間厳守で一番早くその集合場所に行けるような選手になりたいと思います。朝はちょっと弱い方です。ドラゴンボールを前回持ってきたんですけど、まだついてないです。以前持ってて、はい、新しくまた全部買って、こっち用に買って持ってこようとしたんですけど、届いてないです。好きなんですか？大好きです。なるほど。これからプロ野球選手の第一歩を踏み出しますが、まあ、分からないこともいっぱいあると思うので、皆さんに迷惑をかけると思うんですけど、まあ、これから頑張っていい社会人として頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。